れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、セオイルいかがでしたか。はい、首のあたりとかすごい気持ちよくって、はいはい、最近この腕の付け根あたりがすごい寝てても痛かったんで、はい、ちょっと良かったです。そうですね。はい、まあ、痛かったですけど、まあ、やった後だと結構、はいはい、どうですか、ね、やっぱり、ね、はい、痛み減りますよね。そうですね。はい、やっておくと、まあ、なんかこう痛いとこってどうしてもこう避けがちになってしまうんですけど、うん、そうしてしまうとまたどんどん悪くなっていってしまうので、うん、なるべくまあできる範囲でね、まあ、今回ちょっと動画なので確かにグイグイやったりするシーンもありますけれども、まあ、その分かった上で状況を見ながらやってますし、はい、苦手な方にはあのもっとソフトにとかもできますので、はいはい、ぜひ怖がらずにね、なんかすごい怖い店みたいに思われてもあれなんで、あの動画としてのかね、もはさんのことも分かった上で、ね、はい、まあ、やってる感じなので、はい、はい、っていうことですね。はい、はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。下で温めますね。リフレ行いますね。どっちの方が足も辛いとかありますか？あ、特に意識は、はい、この左の方がってなんかふくらはぎで痛いのは言ってましたよね。多分そんな差ない気が、はい、そんな強く大きくはないですか。とりあえず右から始めますね。はい、足冷たいですね。そうなんです。今日全体的に冷たいですね。まあ、冬っていうのもありますけど、なんでしょうね。激しく泣き出しましたね。痛いですね。かなり硬いですね。結構今日調子良くない、悪いっていうか、なんかありますかね。風邪っぽいとかもありますか。ああ、どうだろう。くしゃみは出ますけどね。結構冷えが強いですね。痛い。
見てて。すごい、ももさんの足とか、うん、足指が可愛いと。おお。なんかキノコの山みたいな。はい。そうですね。すごい冷たいですね。なんかコールのとかも、うん、すごい冷たい。なんかこんなに冷たかったっけって感じですね。なんかまあその冬前の年の冬とかもやったと思うんですけど、うんうん、ねえねえこんなに冷たかったかなっていう言ってましたっけ。まあ、そんなポカポカではなかったと思うんですけど、今日はでも結構こんなにあのなんだろう、全身冷たいなっていう。今日薄着できちゃったのがありますけどね。なるほどね、確かに、はい、もう結構寒いですからね。10何度。そうなんですよ、うん、でも今から着込むと2月とかもっと辛いなと思って。確かに限界までちょっと私は調整します。薄着チャレンジしてるんですね。はい、あちちで、あちちで。あちちで、あちちちちち。結果は大丈夫なはずです。あ、痛い。すごい尖った石を踏んだ時のような。もう何やってもこうビクってしますね。痛いですか。
もしれないですね。こっちあの足裏がカメラに見えて。はい、起きましょう。モナさん、モナさん、一旦こっちに足を。すいません。あ、でもほら、ここさっきよりどうですか。痛みがね減りましたよね。硬さがちょっと和らいでますので、ふくらはぎもすごい減ってますね。はい、じゃあこっちの足に移ります。はい。